ちは、こんばんは、おはようございます。クチーネの部屋へようこそ。ということで、宇宙元旦以降、波に乗るためにという形で12星座別で見ています。イヤーリーディングの再生回数の多い順に見ています。次は天秤座さんを見ていきたいと思います。なんかイヤリーディングで何を言ったのか全く覚えてないんですがね。さて、天秤座さん、宇宙元旦以降、宇宙元旦以降はね、もういろいろ加速度をつけて、なんかいろいろ皆さん変わっていくんですよね。で、それで波に乗れるか乗れないかは人によって、あれですが、ね、でもやっぱりいい波に乗りたいよね、みんなね。なので、いい波に乗るためにはどうすればいいのか、天秤座さんの宇宙元旦より前はどうだったかっていうと、あ、天秤座さんはある程度成功してたんだよね。そうだよね、ある程度成功してるから、多分占いの結果も、多分イヤーリーディングとか、その前の風に乗るために、来るべき変革のもいい情報が出たから、再生回数が伸びたんだろうね。で、今はプリューデンスなので、なんか、天秤座さんは今いろんな構想があって、やりたいことがいっぱいあって、その中でなんかどれをやっていこうかなっていう、温めてるものがいくつかあるんだね。うん、今すごい耳鳴りが来てるから、なんかなんだろうね。はい、で次に天秤座さんが愛は爆発だみたいな感じでカップオブエースが出てるので、なんか天秤座さんは愛が溢れてくるだよね。そういえば宇宙元旦のホロスコープも天秤座アセンダントなので、やっぱり宇宙元旦は天秤座の人以降は、今年1年天秤座さんってすごいフォーカスが当たると思うよ当たると思うよ。うん、で、天秤座さんのルーラーが金星で、金星が愛情を表して、この未来もカップオブエースは愛情を表すので、なんかいい一年になるいい一年になると思うよ。で、天秤座さんに対する、アドバイスというか、キーワードはゲインのカードが出てるので、ゲインっていうのは利益が出るので、なんか愛情面でも愛が溢れてるし、利益もいっぱい出てるよ。天秤座さん、どうするよ。で、周りの人は、サソリ座さんと同じカードが、周りの人は天秤座さんは今すごい急激な変化で波に乗ってるねと思われてる。うん、で、自分自身はラグジュアリーで、これもカップのカードの中ですごくいい感じで、贅沢な感じというか、ちょっとアバンダンスというか、いい感じに潤ってる。まあゲインだからね、すごい儲かってんだろうね。で、最終的にはどうかっていうと、これもビクトリーですね。ビクトリーということは勝利をするということで、何かやってることに対してそれが成功するということで、悪いカードが一枚も出ないというね、みんないいカードという。天秤座さん、どうするよ。宇宙元旦以降1年間もほぼほぼラッキーな1年でございます。では駅の方で見ていきましょうかね。駅の方で見るとどうなるのかな。ダラララララララン、駅で見るとタクスイコンですね。タクスイコンっていうのは、タクスイコンの
条項、さっきも条項が出ましたけど、条項っていうのはこの状況が終わりますという状況なんです。で、タクスイコンというのはどういう状況だったかっていうと、今までがね、穴の開いているザルで水をすくっている。だから水をすくってもすくってもザルだから下から水が溢れちゃうし、水がためらんないしっていう感じだから、例えば稼いでも稼いでも稼いだ分だけなんか使っちゃう人っているじゃんいるじゃん、なんか、あ、お金ある、お金ある、じゃあこれ買おうみたいな感じ。将来のこととか、ありとキリギリス的にさ、将来のことを見越して株を買ったり積み立てしたりとかってすることができ、金を買ったり金貨買ったり銀貨買ったり株を買ったり積み立てNISAしたりイデコしたりっていうことをしないで、なんか、あ、今お金ある、じゃあ使っちゃおうっていう人たまにいるでしょ。で、今までは天秤座さんってそうだったんだって。でもこれが条項になってくるから、条項になってくるからその状態が終わってくるっていうことね。うん、うん、そんな感じで、もうその ある分だけ使っちゃうという状況が終わって、ちゃんと貯められるようになりますよということですよね。で、タクスイコンの条項で鹿を見ていくと、鹿はタクがタクの状況だから天の天水だからね、天水晶となってきて、なんかね、天秤座さんの勝利でもあるんですけども、裁判沙汰とか訴えることとかが出てきたりするので、ちょっといろいろなものをちゃんと書類で取っといたり、約束事はちゃんと書面と捺印で証明書ね。天秤座の人はお金をあればあるだけ使っちゃう時代が終わって、そこそこ貯まるようになってくるんですけど、その鹿が天水晶なので、天水晶というのは争い事というか裁判沙汰というか、なんか揉め事に巻き込まれる場合があります。で、その場合はちゃんと弁護士さんを雇った方がいいというのと、あとそうならないためにも、今からちゃんと約束事とか決め事はちゃんと、書面で残すようにしてください。録音でもいいんだけど、録音って多分相手も録音してるの知ってないと証拠にならないのかな、よくわかんないけど、まあ一番簡単なのは、私とあなたはこういう関係で、こういう取り分で、こういう関係でお金が動きますよっていう書面に全部まとめるようにしとくと問題ないと思います。はい、ではチャネルリングフォーユーという形で、バラ聞いてビデオバラバラ聞いてビデオバラバラアダアダでラバ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 ラ。天秤座さんって人によるんだろうけども、今回言われたのはビデオ聞いてビデオバラバラ聞いてビデオバラバラバラ聞いてビデオビデオバラ、やっぱりね、バランス感覚が優れているんですよね。天秤座さんだけあってバランス感覚があって、その中で昔若い頃とかはジャッジメントをしがちうん、で風の星座で天秤座さんっていうのはジャッジメントをして、正しいか正しくないかって分けたりとか、儲かるか儲からないかっていうのを分けたりとか、勝ち馬か負け馬かっていうのを、決めて、で、聞いていて、その中で自分が得の方を選ぶという人生を歩んできたかもしれませんから、聞いて聞いてバラスバラティ。でもこれからは、天秤座さんはジャッジメントではなくて、アジャストメントができるようになってきますから、聞いて聞いて、ジャッジメントに対するアジャストメントというのは、争い事が起こった時に、ああ、争い事出てきたね。争い事が起こった時に、ビリキーティ的、どちらが正しくて、どちらが悪いというのではなくて、お互いの、状況を鑑みて、お互いがお互いを理解し合って、調整し合う、譲歩し合う、お互いの違いが分かるというのが、アジャストメントになってきます。ブラカティキリブリキーティ
ということで、さ先ほどの駅はさっきはべき福知のが左脳的に解釈して争うことがあるから、書面を残しておいた方がいいよと言いましたが、ブラガーディ的この、チャネリングの場合は、これからはあなたは、ジャッジメントという勝つか負けるかだ訴訟だよねの、考え方がもう終わりました。その時期は終わりました。でこれからはアジャストメントの人になっていきます。これ聞いていけ。アジャストメントというのはお互いがお互いの違いを認めながら、立場の違いとかを認めて、で違う者同士がちゃんと仲良く調整してやっていくというのがアジャストメントです。で天秤座さんというのは風の時代に入り、そういう多種多様ないろいろな考え方がある中で、自分の考え、他人の考えとか、考えを一つにとかしないで皆さんで仲良くやっていく、アジャストメントをしていく、みんなで協力してやっていくってことを先陣を切ってできる人になっていくと思います。以上でちゅー、ポチッとな。最後までご視聴いただけたらいいねボタンとチャンネル登録月に変わってよろしくね。